皆さん、こんにちは。楽園子チャンネルです。イエーイ。さあ、今日の遊びはおし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 パスキャッチ、今日で遊ぶよ。イエーイ。やっちゃうよ。それでは、簡単にルール説明をします。まず、投げる人はここの線からボールを投げます。そして、手前の3つは10点、そして真ん中のところに当てるとカメカメ的になってます。50点。カメカメ的になってます。そして一番奥に行くと100点になってます。カメラのないところで動いてます。そして持ち玉1人3球、長い3回の合計点数が一番高かった人の勝ちです。なるほど、はい、というルールでやってみたいと思います、はい、それでは行ってみよう。的じゃなくて私も投げます。では順番を決めましょう。最初はグー出します。はい、パー出します。じゃあ俺キツネ出します。最初はグー、ジャンケンポン。決まんない。最初はグー、ジャンケンポン。はい、これしょ、はい、これしょ。よし、最初はグー、ジャンケンポン。よし、勝ちました。もちろん3番です。じゃあもちろん2番で。あ、じゃあもちろん1番です。じゃあお願いします。よし、最初はこの線でいいですか。その線から気づいたらボールっぽい、ボールから。まさか。じゃあ行きまーす。僕には見えないですね。1球目、まるちゃん。集中。へい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 。お、ボールが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 、何点狙ってるんだろう、ボールが。じゃあ、ま、10点いきます。10点、あと2球、あと2球だよ。10点狙ってなくなる。お気に入ってますね。ましたね、ルールを戻して。え、ラスト1球、ラスト1球です。いや、100点じゃないの。ゴー。はい、いやじゃあ、始めますね。じゃあ、まるちゃん、まるちゃん何点ですか。まるちゃんの結果は0点でお願いします。じゃあ、これ10点狙ったら10点ですね。じゃあ、続きまして今の部分いきます。え、これ3つあるけどどこでもいいんですか。はい、どこでもいいです。選べますよ。何部でした。卓球部だったので。卓球部一番前からいきます。初耳だな。あっ。じゃあもちろん100点でいきます。頑張ってくださいね。1球目、卓球部なんですね。ありがとうございます。2球目、もちろん100点です。カメカメにプレッシャーをかけないで。さあ、うわっ。3球目、もちろん100点で。よし、プレッシャーかけないで。今当たった？当たったよ。今当たった？よし。我が記録は10点。10点です。カメカメいきますよ。最後カメカメですね。やっぱりもう年も一番上なので、私一番もうこっちから目をつぶって後ろに行きます。私ここから行きます。はい。100点狙います。だって20点取ったら勝ちですよ。いや、もうそんなもん、そんなメインでもそんな小さな勝ちは狙いません。あと2球しかない。100点。
違います。全然狙った。今当たりましたよ。当たって姉がありましたよ。うん、もう俺の勝ちじゃない？だってボールバールが2人当てたし。絶対勝ち。だから俺の勝ち。じゃない。ダメじゃない。得点的には0点です。0点、はい、0点狙ったところは違うから0ですか。0です。おお、ということはということで0、0、10、お、ブンブンの勝ち。お、誰かしらブンブンの勝ち。お、イエーイ。10点しか取ってないけど10点だからな。どうしようか。これじゃ終われないですよ。もう一回やりましょう。もう一回やらせてください。ゼロだった。当たります。よろしくください。もう一回やらせてください。構わんよ。よし、よし、やろう。もう一回やりましょう。じゃあ第2回戦に行ってきます。順番はそのままでいいですか。順番はそのままで。ちょっと作戦考えます、はい、作戦考えます。一旦